はい、お待たせしました。次は、柳田松島選手、よろしくお願いします。会社で一つ、全国ネットワークの柳田です。担当者の総合代表を持ってます。私たち会社の組織全国ネットワークがやってきた実践の話を中心に3つお話したいです。第1点は3日前会社の経営委員会に総理総合をやった全国一斉に14カ所北海道の熊本から九州まで仙台からありますね経営委員会の4回目全体コントで12回目佐藤さんが先ほど話された汚染水の話がありましたが規制委員会は規制の対象に審査の対象を汚染水を入れてないトラッチやってるじゃあ仙台はそういう形で佐藤を与えて事故を起きたらどうなりますか。今年は同じような汚染水がバンバンでそういうことも含めまして私たちは規制委の問題点を鋭く追及しました。当日は薩摩仙台市の会長の鳥原涼子さんが見えまして地元では83m も反対した皆さんの声、私たちも負けずに頑張れねば。今からおーというところ、皆さんも一緒にお願いいたします。Oh, honey.